皆さんこんにちは、岸と申します。さあ今日もアニレボやっていきましょう。ついに見つけたのか、ブルースーツカメラマン。ああもちろんだ。なんて言ったって私はカリスマだからな。完璧だぞ。おお素晴らしいです。いやこのラボの場所も敵にバレちまってるからな。結構頻繁に敵が攻めてくるようになっちゃったからな。おっと噂をすればですよ。くそまたかよ、今日3回目だな。スキビディトイレがまた攻めてきやがった。くそー、まるで害虫のようだぜ。よっしゃみんな撃ちまくれ、迎撃だ。よしジェットパックで飛びながらミサイルをスキビディトイレに撃ち込んでいく。いやーこんな感じでさ、ラボの位置がやっぱり敵にバレてるってのは致命的だと思うんだよな。ブルースーツカメラマンに新しい基地のね候補地を探してもらってたけれども、ブルースーツカメラマンよく見つけてくれたな。おおパロチューしてないか。スキビディトイレにやられてんじゃねえかパロ。おいもう絶えずスキビディトイレが攻めてきているからな。パロも限界だったんだろう。これは一刻も早く新しい基地を作らねば。なんとか片付いたみたいだな。まったく私もミサイルで吹き飛ばすな。アキシ、いやーやられちゃいましたよ。おうパロリスポンしたか。ところでよブルースーツカメラマン、新しいラボを建てるためのお前が見つけた土地に連れてってくれないか。どんなとこか見てみたいんだ。ああそうだな、多分気に入ると思うぞ。しかし一つ問題がある。問題？まさかモンスターが住み着いてたりしてな。そんなんじゃ住めねえぞ。まあちょっと遠いとかそういう理由だろ。いやとてもロケーションがいいところなんだが、アキシの言った通りモンスターが住み着いているんだ。マジかよ。じゃあ無理じゃねえか。何がいい土地だよ。私一人では駆除が追いつかなくてな。アキシ、フロックボットに乗って加勢してくれ。まずはモンスター退治だ。なるほど、そういうことですか。アキシさん、新しいラボのためです。モンスター退治をまずしましょう。やだよ、そんなモンスターがいっぱい出るところに新しいラボ建てるなんてさ。まあそういうな。逆を言えば、モンスターが生息している地域ならば、敵は簡単に攻めてこないと思うぞ。これぞカリスマの思考法だ。ラボの近くにいる生物をボディーガードにすればいいのだ。番犬のようなものですね。まあとにかくブルースーツカメラマンさんについていきましょう。なんか気が進まねえけどな。まあ見に行くだけ見に行ってみるか。そうだぞ、せっかく探したんだ。やっと見つけたパラダイスだ。よし行くぞ。なんでモンスターが生息してるところがパラダイスなんだよ。まあとりあえず見に行くだけ行ってみるか。早速フロックボットの準備をします。ああよろしく頼むぞパロ。おいおい、モンスターが住み着いてるって言ったけど、メタルスコーピオンじゃねえか。ドラゴンフライまでいるぞ。パロスキャンしろ。了解しました。メタルスコーピオンマーク2、アキシ国に住まう大型のサソリ型サイボーグ。巨大なハサミとブレードを駆使して戦う格闘戦はもちろん、背中についたロケットランチャーはかなりの威力です。注意してください。おい注意も何も、あいつに目つけられたら終わりだぞ。小さいとはいえトンボもいるしな。ドラゴンフライですね。小さくても他の機体と連携を取ることで大きな脅威となります。こちらも注意が必要ですね。おい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 、大丈夫かよ。よかった、一応ドリルマンに頼んで改造してもらったフロックボットドリルマスターを選んできてよかったぜ。なんだか私が調査した時よりもだいぶモンスターが増えているな。はっはっはっはじゃねえんだよ。おいアキシさん、でも確かに土地はすごいいいところですよね。見晴らしもいいですし、空気もおいしいし、ここに新しいラボを建設するにはとてもいいんじゃないですか。まあそれはそうだがな、とりあえずあのサソリたちをなんとかしないと何もできねえぞ。まあでもこのフロックボットドリルマスターがいれば大丈夫か。よしあいつらを追っ払うぞ。ついでにパーツゲットだ。そう来なくては。よしみんな行くぞ。うわードラゴンフライが突っ込んできた。うおー砕け散ったぞ。あいつら自爆特攻してくるな。うおーくっそー、アキシが、うわードリルマスターから、やべ降り散った。なんか首の骨が骨折しちゃってるぞ。あー吹っ飛ばされる。くっそー、いやーメタルスコーピオン強いけれどもなんとか戦えるな。おいブルースーツカメラマン、こいつらをハッキングするんだ。ハッキングすれば勝てるかもしれない。あー落とされる、ノックバックされている。メタルスコーピオンめちゃめちゃやっぱ強いな。あでも一体倒したぞ。よし行け遠隔操作、フロックボットドリルマスター倒したぞ。はあ危なかったぜ。いやまだドラゴンフライが一機いる。くそこいつらはおとりだったのか。上から爆撃してくるぞ。
くっそー、よしジェットパック起動、よし倒したぞ。あー危ねー、いやー FPS モードになってよかったぜ、なんとか倒せた。ふう、なんとか片付いたようだな。これでこの土地にもラボが建てられるぞ。よかったな、アキシ。よいしょっと。いや、あんな奴らがうろついてる土地だぞ。こんなとこにラボなんて建てていいのかな、本当に。アキシさん、この土地に建てるのは第二研究所というのがいいんじゃないですか。あ、引っ越しはしないってことか。はい、寝泊まりはいつものラボにして、必要になったらこちらのラボに来ればいいんです。あ、そうか。ここにラボを建てて住むのはここじゃなければまあ怖くないかって。怖いわ普通に。それにこの広大な土地にラボを建てるって言っても少なくても10年はかかるぞ。これそんなにかかるもんですかね。それならば安心してくれ、スクエアドラゴンさんというアニレボビルダーがアキシのラボを瞬時に組み立ててくれるらしいぞ。え、マジでそんなことできるのか。ああ、土地さえあれば可能だと言っていた。スクエアドラゴンさんにラボを建ててもらおうじゃないか。おお、それはめちゃめちゃいいな。で、どうしたらスクエアドラゴンさんにラボを建ててもらえるんだ。私のハッキングデバイスを組み合わせれば基地をダウンロードしてアップロードすることができる。あ、要はつまりお前が基地を建ててくれるってことか。まあそんなところだ。スクエアドラゴンさんの作ったラボのデータを読み込んでると、これで瞬時に建築ができるはずだ。さあ行くぞアキシ。わあ、なんだかドキドキするな。さあ、行くぞ。せーの、アップロード。わあ、すげえ。これがスクエアドラゴンさんが作ってくれたアキシのラボか。どうだ、恐れ入ったか。さすがカリスマ、尊敬するだろ。いやいや、このデータを作ったのはスクエアドラゴンさんだろ。いや、スクエアドラゴンさん、ありがとうございます。早速、中を見せてもらいましょうよ。なんだか楽しみですね。ああ、そうだな。ちょっと中身を見せてもらおう。アキシのゲーム部屋、で今夜も無邪気に寝たいや。いやー、とても広いな。おお、あれはゲートじゃねえか。すげえ、こんなところまで作り込みが。このゲートを使えば簡単にアキシのラボと行き来できるし、パラレルワールドにも行けるぞ。いやー、すごいな。お、なんか書いてあるぞ。オピラハウス、オピラバードの家か。あいつら喜ぶだろうな。オピラバードさんたち、今一体どこにいるんですかね。うん、あいつらを探しに行かなきゃな。せっかくこんないい家を建ててもらったんだ。あれ、ブルースーツカメラマンさんがいませんね。他のところを見に行ってるのかな。俺らもちょっと他を見てみよう。いやー、巨大な何やら樽がいっぱいあるし。おお、これはなんだ、ゲートかな。黄金に輝く何かを召喚するような施設かな。すげえ。おお、パーツもふんだんにあるぞ。いやー、建物だけじゃなくて部品もたくさんあるみてえだな。これは興奮する。って危ねえ、落ちるとこだったぜ。気をつけてくださいよアキシさん。まあジェットパックがあるから大丈夫でしょうが。おーい、アキシパロ、2階に上がってこい。え、2階なんてあるのか。そうだぞ。いやー、いい景色だな。お前たち、おーい。あー、お前そんなとこにいるのか。すげえな。2階もいろいろ施設があるみたいだけど、これ見てくれよ。すごいですね。なんと広大なラボでしょうか。研究がはかどりそうだな。すげえわ。スクエアドラゴンさん、これかなり時間かけて作っただろうな。この部屋は、あ、合体装置か。わあ、ちょうどアキシのラボにある合体装置は今壊れてたからな。ちょうどいい。それにハッチは倉庫かな。おお、ここもなんか召喚する場所。わ、すげえ。クローンかな、これは。クローンのホストとクローンを発生させる装置かな。すげえ。おお、なんだこれ、黒板か。設計図をここにはめるのかな。おお、いいね。いやー、夢が広がるぜこのラボ。さあ、そして奥は、あ、ここはパーツがいっぱいある。おお、ここで新型兵器の開発や改造が行えそうだな。大型のコンピューターもあるぞ。アキシさん、どうやらこっちが合体装置のようですよ。おお、本当だ。すげえ、アキシのラボでできることをこのラボでも全然できるな。てかパワーアップされてるぞ。すぐにでもここに引っ越したいですね。あれ、別荘じゃなかったの。住む気満々じゃねえか。アキシさん、気づいてないんですか。この付近にいるモンスターはみんないなくなっていますよ。あ、そうか、ロードしたらいなくなるのか。お、パロ見てくれ、向こうから2階に上がれるぞ。
本当ですね。ブルースーツカメラマンさんのところに行ってみましょう。うわーすげえなー。はい、この坂を登ってったら2階に行けるというわけか。おー、かっこいいかっこいい。おーい、ブルースーツカメラマンいるか。おー、テントがある。ビリー喜びそうだな。あ、いた。おーい、ブルースーツカメラマン、やっと2階に来れたぜ。確かにいい景色だな、ここは。そうだろう、景色だけではない、ここで演説をすることだってできるぞ。演説？ああ、ほんとだ。ほんとにいろんなスペースがあるんだな。へえ、椅子があってお話を聞く場所っぽいな。私のカリスマ英雄譚を聞くか。いや、遠慮しておきます。いやー、豊富なね。こうやって資源もあるしな。これならいろんなもの作り放題だぜ。そうですね。いやー、広いな。アキさん、まだ見ていない建物がありますよ。お、ほんとだ。何やら文字が書いてあるぞ。タイタンズリペア、タイタンたちを修復する場所か。ハンガーだな、ここは。おお、男のロマンですね。すげえ、こんな感じでタイタンを配置するとめちゃめちゃかっこいいな。おお、なんかちょっと引っかかっちゃってるけれども、アキシの配置の仕方が悪かったみてえだな。タイタンカメラマン、すごい体勢になっちゃってるぞ。いやー、ここが一番めちゃめちゃかっこいいですね。いやー、素晴らしい。タイタンを修復するハンガーもあって、ここはなんだろうな。正直よくわからないけれども、障害物かなんかかな。アキシの第二ラボができてよかったな。そうだな、ここでユニットを開発したらめちゃめちゃはかどりそうだ。合体もクローンも生成できるみたいだし、いつも使ってるアキシの第一ラボもこれから使っていくとして、この第二ラボも両方とも使っていこうぜ。そうですね、よかったですね、アキシさん。ああ、スクエアドラゴンさん、本当にありがとうございました。概要欄にこの基地のデータがあるから、気になった方はダウンロードして遊んでみてくれ。いやー、すごい完成度だった。今日の動画面白いと感じてくださったら、高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたねー。タイタンカメラマン、すごい状態で収まってんな、お前。